から6月の3日までかな、あのちょっとした僕からのボイスをあのお送りするキャンペーンを勝手に開催します。ただ伝えたいだけなんだなんだ。イエオワシラベです。ラベさんちへようこそ。さて今日もやっていきましょう。本日はですね、皆様にとあるものを紹介しようかなと思っております。そちらがですね、昨日から開始しましたファニコンというアプリの中にある宝部屋というコンテンツです。コンテンツ、これで何ができるのかっていうのがね、まあやっぱりちょっとわかんねえよっていう人もいっぱいいると思うんですよ。今回ですね、実際にこのアプリの中身をですね、皆様に見てもらおうかなって思っています。しかもこれですね、お金かかっちゃうんですよ。月額300円かかってしまいます。そうだよね、だって実際何ができるかちょっとわからんもんね。なんやお前それはってなってしまうもんね。このファニコンっていうここのアプリ、これですね。でこれをポチッて押します。そしたらこんな風になんか各それぞれいろんな方々、ゲーム実況されてる方、 YouTuber の方、アイドルの方だったりとか、まあアーティストの方とかいろんな方がいっぱいいらっしゃるんですよ。で僕はこの一応公式ってところを押すと、あー多分いると思うので、これですね、この宝部屋ってやつです。でこれ300円かかっちゃうんですけど、でもですね、いろんな方々と比べて結構僕安い方だと思うんですよ。安めに設定してます。結構500円ぐらいが平均なのかな。あとなんか人によっては1000円2000円、多い人や1万円の人もいらっしゃるんですけど、僕は300円です。で1週間無料体験ついてますので、もうあの入ってみて、結局よくわからんかったなって思う方はあのすぐになんか解約していただいて大丈夫です。お金かかりません。最初の1週間は無料なので、無料体験終わって、で、大会の仕方も設定のところかな、にあるけん。で、そこの手順通りにすれば、パパパッと、もうほんと1、2分で終わっちゃうので、ぜひ入ってみてください。宝部、ここでどんなことができるんだって書いてますよ。ここはラバーの憩いの場と、グループチャットで盛り上がろう。いろんな会話をしてくつろいでもらえたら嬉しいです。さらに今後の宝部のイベントで先行販売を行ったり、コミュニティだけのイベントも計画中です。みたいなこと書いてるけど、結局何ができると、みたいな感じ。やん。で、けん、先にもう全部見せちゃいます。こちらですね。宝部屋。これです。一番左シーンっていうところですね。このシーンではインスタとかツイッターみたいになんかそれぞれ投稿したりとかもできるって。でまだ昨日始めたばっかりやけん、そのまだラジオ配信しかないっちゃけど、まあ、今後はこのすごいプライベート中のプライベートみたいな写真をここにアップしていこうかなと思ってます。であとこちらグループチャットですね。ほらいっぱい書いてます。いろんなことを書いておりますね。これもう昨日だけなのにめちゃくちゃ書いてんの。ほらむっちゃ書いてるやろ。今すっごい下に、上にスクロールしよっちゃけど、むっちゃ、ここはもうこの、ファニコンに入ってくださった皆様が、もうワイワイキャピキャピ喋ってもらえればっていう感じですね。だから、あんまりその、ツイッターとかでは見たことあるけど、ライブとかで見たことあるけど、交流とかなんか喋ったことないなって思った人と喋れる場だったりとか、あ、この人と喋ってみたいなって思う人と喋れる場だったりとか、ぶっちゃけここに俺宝部もガンガン出てきてますから。もうめちゃめちゃ入ってきますから、だから、俺とも会話ができるっていうか。で、まあ、もちろんね、向き不向きがあると思っちゃう。なんか喋りづらいとか言う人もおると思うけど、この赤い文字のところが僕です。結構喋ってます。なんかタクマもいいんだよな。タクマもいるの。最近の自動変身は有能だねって。いや、自動変身じゃないけん。これ全部俺返しとるけん。まあ喋りづらい人はまあおいおい。でも基本的に気にしないで、先に言っとくけど、ここに書いてくれてる皆さんはですね、基本的に全員むっちゃいい奴らばっかりだから、本当にいい奴らばっかりだから、もう気にせず、大丈夫かなって人見知りかもしれんけど、送ったら意外と、フランクに絡んできて、あ、こいつは大丈夫だってなると思う。あ、こいつは全然大丈夫なやつだ。全然怖くないみたいな感じになると思うから、そう、あまり気にしなくて大丈夫かなと思ってます。個人でのトークもできるんですよ。この端っこの宝部がいるじゃないですか。ここをポチッと押すんですよ。まあ DM みたいな感じですよね。でここのトークも一応このアプリの中でできるんですよね。まあバシバシ返していくよって、返していけるかどうかわからないけど、まあっていうわけではないんですけど、まあ比較的今の段階結構な頻度でほぼ全員返してます。だからラジオライブ配信される時にここが、ここを開くと
俺のラジオとかライブ配信が見れるっていう感じかな。で、このスクラッチ、このスクラッチっていうのがまあなんかそのまあガチャみたいな感じですよね。まあ今のところそんなにガンガンやっていくぞっていう感じじゃないんですよ、宝部が。まあっていうのが、うん、やっぱお金かかってしまうけーんって思って、まあでもそのこのグループチャットの中で、まだ始めたばっかりやけん俺もわからんくてからね。で、グループチャットの中でいやスクラッチやってくださいみたいな感じの要望があればやるかなっていうぐらいで、でもそんなに俺の中ではここをガンガン使いまくるぞっていう感じでは正直ないかな。うん、なんか人によってね、なんかその4棟ぐらいまでこうやって選べれて、で4棟が例えばプライベートの写真とか、3棟がすごいボイスメッセージが来たりとか、で2棟1棟とかで私物が届いたりとか、なんか人によってなんかドライブしたりするらしったいとか、なんかディズニーランドに行った人もいますよみたいな、2人でえすごくないそれみたいな。で俺はちょっとわからんね、わからん。でもなんかやるとしたら、まあみんな3人とか5人とか、1棟の人が3人か5人ぐらいおってみんなでカラオケ行くよぐらいとかあったりなかったり、かなーって思っとるけど、まあちょっとここはマジおいおいって感じかな。俺もちょっとよくわからんって感じだよね、正直。で、一番最後がマイページ。で、これですね、マイページのところを押していただいて、で、ここの設定ボタンを押すじゃないですか。そしたら、このホーム画面に追加っていうところを押すんですよ。いいですか？そしたら、なんかいろんな、なんか開いて、ここポチッと押して、ホーム画面に、どれだ？ホーム画面に追加。はい。ホーム画面に追加、宝部屋追加ってすると、なんと、わあ出た！こういうアプリが、アイコンがもう、ホーム画面に宝部屋のアイコンが出ちゃうの最高じゃないですか？今回ですね、ファニコンを撮っていただいて、宝部屋に入ってくださって、で、このアイコンをですね、ホーム画面に追加して、で、それをスクショしていただいて、ホーム画面をスクショして、僕に、この、個人での、なんか、チャットみたいなやつで、そのスクショの画面を送ってくれたら、漏れなく、今1週間、今日だから6月の3日までかな。6月の3日までに、このスクショを個人チャットの方で送ってくださった方限定にはですね、ちょっとした僕からのボイスを、お送りするキャンペーンを勝手に開催します。まあ、普通に名前とありがとうっていう感じになると思うけど、はい。もしよければ、1週間はタダですので、ぜひぜひ、入ってみてください。で、俺の中ではこれ何がやりたいかというと、まあ今後のライブとかがあった時に先行販売ができたりとか、あとこのパニコンのアプリの中に入ってくださった方限定のイベントとかね、なんか今のところちょっとふわっと考えとるのは、なんかバーベキューみたいなことをできたら最高だなーとか思ったりはするっちゃけどね。1ヶ月300円かかってしまうっちゃけど、1ヶ月のうちの1日の昼飯だけちょっとだけ我慢していただけたら入れるので、ぜひよろしくお願いします。以上、宝部亮次でございました。本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。また皆様のお帰りをお待ちしてます。ファニコンでもお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、サンダーザジェン、アディオス、バイバーイ。